そうしましたら、こちらのカゴの中のお刺身から参りますが、すべて川魚になっております。上の3切れが伊東になっております。左下の2切れがイワナになっておりまして、実は焼き魚もイワナになって、八幡平サーモン、いわゆるニジマスになっております。どちらも養殖しておりますが、お刺身にしているのは焼き魚の大きさではなくて、湧き水で6年から8年大きく育てたものをお刺身にしております。あとは時計回りにわらびの煮びたしで、その下の大根おろしが乗っているのは天然のなめこ、お醤油でちょっと味をつけてあります。その隣もキノコになっておりまして、アワビタケといいまして、アワビの形をしているキノコです。こちらは味噌和えになっております。その斜め上、こちらはシメサンマになっておりまして、メカブちゃんとあとスモークサーモンが乗っております。右上の方の丸いお皿、こちらは鶏団子に揚げ茄子の煮浸し、その下イクラが乗っているのはごま豆腐になっております。で、端にありますのは舞茸の天ぷらで、天つゆでお召し上がりくださいます。あとはお鍋の方はホロホロ鶏のお鍋となっております。今は花巻の養殖場でしかないですが、こちらの方で取り寄せておりますので、そちらをお召し上がりください。赤い方がもも肉で、白い方は胸肉になっております。